で、これがね、現代論の一番問題を出してるね、法律学協会の最初の初期の時に堀正明さんという医者がいまして、彼がね、漫画家っていう風刺画を描いてもらったんですね。現代論の白っていう問題点っていうのは、例えばね、患者さんが苦しんでるんで、いろいろね、病がある、これみんな症状ですよね、いろんな症状。でこの症状を叩けば、物語に叩けばまた別なのがプンと出てくるわけ。原因そのものを解決してないですからね。で、お医者さんも必死にそれを薬で叩いては、また他のが出てきて、もうね、非常に苦労されているという風刺。これが今の現代の西洋医学のなんか抱えている大きな問題で、技術は非常に高度なものがあるんですが、こういう構造がね、あまり変わっていないという。じゃあ、ホリスティックっていうのはどういう意味か、ちょっとこれまたね、現代に変えてやりますと、もともとはですね、科学の歴史で、西洋の科学の歴史の中で、要素還元主義っていうのは、まあ、平たく言えばね、いろんなものを細かくしていって、それを調べれば全体が分かるんじゃないかっていう、今の、西洋の科学の主流の考えですよね。でもそれだとね、じゃあ全体が見えないんじゃないかと。例えば分子生物学とかやると、生きた猫とか犬とか人間が見えてこないわけですよ。細かいことばっかりですね。ですから、だったら全体もっとつながりながら捉え直すべきでないかという考えが発想ができたのが、このホーリズムという考えですね。で、この要素関係的というのは、これ数学的に意味ないでしょ。X って力と全体をバラバラに構成要素して、また構成要素をどんどん細かくしていって、それで、この全体を明らかにしようと。